日本代表本田圭佑の所属するミランは4日、ホームでキエーボと対戦し、2対0で勝利した。後半9分にサリームンタリのゴールで先制すると、同33分には本田が直接フリーキックを突き刺した。ミランは4戦ぶりの勝利となった。今の本田は誰にも止められない。後半33分、ミランはステファーメル・シャアラミの突破からフリーキックを獲得する。 位置はゴール正面やや左。本来であれば右利きの選手が狙うポジションだ。実際、ゴールに飢えたモサたちがボールに群がる。だがそれを制し、ボールを蹴ったのは、一番最初にボールに向かい、ボールを離さなかったホンダだった。背番号10の左足から放たれたボールは壁を越えてゴール左隅に、ゴールキーパー、フランチェスコ・バルディも懸命に手を伸ばしたが、手を弾き、 ゴールメットに収まった。がを通して今季4点目を奪ったホンダ。セリアでは初のフリーキック弾となった。今のホンダは怖いくらいにすべてがうまくいっている。